フェミニズム。フェミニズムとは、女性解放思想、及びこの思想に基づく、社会運動の総称であり、政治制度、文化監修、社会動向などのもとに生じる性別による格差を、明るみにし、性差別に影響されず万人が平等な権利を行使、できる社会の実現を目的とする思想、運動である。女権拡張主義、男女同権主義などと訳されることもある。 フェミニズムは、市民革命に橋を発し、19世紀から20世紀前半までの、女性参政権運動を中心とする、第1波フェミニズムと、社会習慣、意識に根ざす、性差別との戦いを中心とする、第2波フェミニズム大別される。校舎においては、思想的立場により、リベラルフェミニズム、社会主義フェミニズム、マルクス主義、フェミニズム、ラデカルフェミニズム、 エコロジカルフェミニズムなど多様な潮流がある。また、性別に限らず、人種、階級、年齢、国籍、宗教、性的指向などの文化的、社会的要素を考慮し、インターセクショナリティというより広い概念の下で捉えられるようになっている。対地概念はマスキュリズム、フェミニズムの推進者や同調者を、フェミニストと呼ぶ、著作家のクリスティーヌ・ド・ピザンのように、 個人としての活動は中世から存在したが思想体系、社会運動としてのフェミニズムは18世紀の欧州において封建的、絶対主義的国家体制の解体と近代社会の実現を目指す市民革命の一環として起こった。女性参政権運動や社会主義に基づく女性の権利、地位向上。 男女同権を求める運動を中心とした第一波フェミニズムに対して文化、社会に深く根を張る意識や習慣による性差別と戦い、主に性別役割分業の廃絶、性と生殖における自己決定権などを主張した運動が第二波フェミニズムである。第一波フェミニズムは19世紀の運動や文化に大きく影響を与えた。 19世紀後半から20世紀、特に第一次世界大戦の間に多くの国で女性参政権が認められた。ニュージーランドでは、婦人参政権論者、ケイト・シェパードの助けによって、1893年に最も早く女性参政権が認められている。なお、アメリカで認められたのは1920年、また、日本では1945年である。 第二杯フェミニズムは歴史的文化的構築物であるジェンダーの概念を中心に様々な潮流を生み、さらに異なる文化的社会的立場から批判、再解釈、再構築されている。フェミニズムの起源は市民革命、とりわけ18世紀末のフランスに遡る。1789年にフランス革命により人間と市民の権利の宣言。 フランス人権宣言が採決されたが、この人間とは男性のことであり、男性に飲み権利を与えることに対して女性が抗議し、女性の権利を求める運動が欧州各地に広がった。これがフェミニズムの誕生とされる。ただし、ジロンド派の指導者、ニコラド・コンドルセがすでに1787年に執筆した論文、ニューヘイブンのあるブルジョワから、 バージニアの一市民への手紙及び1790年の女性の市民権の承認についてにおいて女性に賛成権を与えるべきであると主張しており、ロベスピエールのようにフェミニズムに敵対的な態度を取った者が多い中で、コンドルセは唯一、フランスのフェミニズム史上、重要な地位を与えられている。同じくジロンド派を支持した女性作家オランプ・ド・グージュは百九十一年憲法で、 女性の権利が無視されたことにして、同年、女性及び女性市民の権利宣言を発表した。イギリスの代表的なフェミニズム作家、メアリウルストンクラフトが、フェミニズム運動の先駆とも言える、女性の権利の擁護を募集したのは、翌1792年である。こうした運動は反対にあいながらも、徐々に、欧州全体に浸透していった。19世紀半ばになると、 女性参政権を求める運動がヨーロッパやアメリカにおいて盛んになっていった。この女性参政権運動の起源となったのは1848年にアメリカニューヨーク州の西部にあるセカフォールズにおいてエリザベス・キャディスタントンとルクレシア・モットによってセネカフォールズ会議が開催され、その要求の一つに女性参政権が盛り込まれたことである。1848年はまた フランスにおいても、プロレタリアート主体の2月革命によって成立した、臨時政府の下で、社会主義、三モン主義、フーリエ主義のフェミニストを中心とする、1848の女性たちの運動が起こった年であり、この運動を牽引したのが、ウジェニー・ニ・ボワイエと彼女が創刊した、機関誌、である。18世紀以前は一部の上流階級を除いて、女性は、 男性と等しく農作業、商、手工業などの労働についていたが、戦後の高度経済成長期の日本の地方では、都会で専業主婦が広がってからも女性が農業や漁業などの労働に従事していたように、産業革命の影響で労働についていた中流階級の女性は専業主婦となることが多かった。二十世紀には結婚して子供を持つ郊外住宅の主婦が、 女性の憧れの的とされた。この背景には戦中に若い男性がいないために、工場で労働に従事していた女性を家庭に入れようとするアメリカ政府のロパガンダがあった。日本も例外ではなく、戦中は男性不足のため若い女性は、工場で軍需産業などの労働についていたが、戦後はアメリカ型の専業主婦となることが幸福と思うものが、特に日本女性には多かった。 しかし、家庭に戻った女性の中には結婚し子供を育てるだけの人生に不満を持つ者もいた。米国における第二波フェミニズム・ウーマンリブ運動の引き金となった新しい女の創造の著者ベティフリーダンは同書で当時の女性の心境を語っている。こうした状況にあって20世紀西欧の女性解放思想の草分けとなったのが1949年に 出版されたシモーヌとボーヴォワールの第二の性である。ボーヴォワールは本書で実存主義の立場から本質的な主体としての男性に対する女性の他者性という概念を提示し、女性の他者としてのアイデンティティや根源的阻害が一方において女性の体、とりわけその生殖能力から生じ、他方において出産、育児といった歴史的な分業から生じると論じた。 第二の性の冒頭に掲げられた人は女に生まれるのではない女になるのだという言葉はこうした歴史的社会的文化的構築物としての女を表す本書は1950年代から60年代にかけて主に中産階級の若い女性に強い影響を与え自立を促すことになったとりわけ米国では第二の性に影響を受けたケイト・ミレットや ベティフリンらの活動から第二波フェミニズムが生まれることになった。1960年代後半から1970年代前半にかけて女性解放運動、米国のウーマンリブ運動、フランスの女性解放運動などが世界中に広まり、ニューヨーク、パリなど各地で数十万規模のデモが発生した。この運動により後に、 多くの国で女性の労働の自由が認められるようになった。これを境にフェミニズムはほとんどの国で政治、文化、宗教、医療といったあらゆる分野で取り入れられるようになる。女性解放運動は女性を拘束しているとする家族や男女の性別役割分担、作られた女らしさ、さらにはこの上に位置する政治、経済、社会、 文化の相対を批判の対象にしていた。日本でも1970年代に各地でウーマンリブの集会が開かれ運動の拠点も作られた。またこの頃ピル解禁を要求する江野木三子が代表の中レンが結成された。ウーマンリブ運動の功用を受けた国際連合は1972年の第27回国連総会で1975年を 国際婦人年と決議し、メキシコで国際婦人年世界会議1975年を開催して世界行動計画を発表した。続いて、コペンハーゲン会議1980年、ナイロビ会議1985年、北京会議1995年などが開催された。一方、理論面においても以下のようにその思想的立場から、 様々な潮流を生み、人種、階級、年齢、国籍、宗教、性的指向などの異なる文化的、社会的立場から次々と批判的な読みほどきが行っている。当初は主に欧米で運動が進められ、男女の法的権利の同等、女性が男性と同様に賛成権を持つことなどを求めていたが、それが実現された後、20世紀後半の 運動において文化における性差別の克服が取り込まれ、伝統的な女性概念による束縛からの女性による人間解放主義と定義された。1970年代以降の第二波フェミニズムでは、ミシェル・フーコーなどの男性同性愛者や性的思考についての研究の成果を取り込んで、ジェンダーへの関心や同性愛など、 セクシュアルマイノリティの扱いにまで視点を広げたとも言われる。だが、フェミニストとセクシュアルマイノリティにはそれぞれに立場に違いがあり、ビクトリアニズムという共通の敵を持ち共闘する場合もあったものの、対立や論争も発生した。また、性的虐待の問題に関して、例えば福音派プロテスタントの最大級の宗教団体で妊娠中絶反対のキャンペーンを張る。 フォーカス・オン・ザ・ファミリーは、幼児虐待問題にも、積極的に取り組んでいるように、それぞれの利害が複雑に絡まり合う場面が多い。フェミニズムは過去、現在の社会関係においての社会理論と、政治的慣習の組み合わせであり、主に女性の非抑圧的な体験によって動機づけ、された束縛からの解放を目指すものである。一般的には、フェミニズムは、 性別的不平等論を含み、より具体的には、女性権利の新たな獲得と利益の向上を含む。フェミニストが論じるのは、ジェンダー、そして性でさえもが、社会的、政治的、経済的な理由によって、不平等に構築されているのではないか、という問題である。政治的に活動するフェミニストが主張するのは、女性参政権、賃金格差の是正、 選択的婚姻男女別姓、出産の自己決定権などの問題である。フェミニズムは特定の集団、監修、歴史的事件に伴う案件に対して個々に対処するものであるが、その基本は集団間に存在する不平等さに対する意識覚醒を含み、社会構造そのものを改変することを目指すという思想である。多くのフェミニストは女性に関する 様々な社会問題が男性優位の社会構造から生じ、または拡張性が無意識に前提視されていることから生じていると主張している。また、女性間の差異を考慮に入れれば、例えば、黒人、女性というように二重、三重に抑圧されていると捉えることができるため、フェミニズムを複合的な抑圧の修正理論として、また相互に影響する多くの解放運動の流れの 一つとして捉えることもできると主張している。フェミニズムの議論は妊娠中絶、否認、出産前のケア、育児休暇、セクハラ、ドメスティックバイオレンス、強姦、近親感、女子活例問題などもカバーする。一般に個人主義的でリベラル、左派的な傾向を持つ。男女平等は、 公的手段を通して実現可能で、集団としての男性と戦う必要はないと主張する。ジェンダーステレオタイプ、女性別視のほか、女性の仕事に対する低賃金、妊娠中絶に関する制限などを男女不平等の原因と考える。ナオミ・ウルフらが代表格である。日本では、ロクデナシコ、森ナツコらがこの傾向を持っている。マルクス主義フェミニズムは、 資本主義が女性を抑圧する原因だと考える。資本性的生産様式では男女不平等は決定しているとみなし、女性を解放する方法として資本主義の解体に焦点を合わせる。1970年代に米国で誕生。公的領域のみならず、家庭や男女の関係までも含む私的領域まで求心的な姿勢で問い直すことを主とする。 右派と左派が存在する。ラデーカルと呼ぶよりも、保守、右派的な傾向もあり、ポルノグラフィーに対する法的規制運動に熱心で、ある。ポルノグラフィー撲滅運動は、純血思想からポルノグラフィーを求断している、保守系議員やキリスト教原理主義団体といった反、フェミニズムアンチジェンダーフリー勢力と考え方が、一致しており、批判の対象となっている。 過激なポルノ規制派のアンドレア同金は、ポルノ弾圧の目的のため、保守派の男女やウハフェミニストとも交流し、リベラルのナオミウルフから批判された。同金は、極端な非満体のため、仲間のフェミニストから、健康問題を心配されていたが、案の定健康を害し2005年に50代の若さで、死亡した。エコフェミニズムとも、男性による自然支配と、 女性支配を同梱と定め、自然保護の立場から、戦争、女性への暴力、女性支配、先住民への差別、環境破壊に反対する。エコフェミニズムという言葉の生みの親とされるフランス・オワーズ、ドボンヌは1978年にエコロジーフェミニズム協会を設立。この運動は当時、フランスではほとんど反響を呼ばず、オーストラリアや米国において引き継がれ。 大きな広がりを見せることになった。ポストフェミニズムとは、第3波のフェミニズムに対する批判として生まれた、複数の見解を指す。明確には、アンチフェミニズムではないが一波と2波の確立した女性の、権利を肯定すると共に3の立場を総じて批判する、集団で構成された。1980年に現れバックラッシュと、表現された集団が使い出した言葉である。 上野千鶴子の書籍を図書館から排除させようとする動きなどが存在した。明治維新からは女性解放政策が打ち出されたが、反発も起こり10年ほどで急速に絞んでしまう。推進政策反発政策、日本初の女性参政権1878年、区会議員選挙で、楠の関田という一人の夫人が、個史として納税しているのに、 女だから選挙権がないことに対し高知県に対して抗議した。しかし県には受け入れてもらえず、北は内務省に訴えた。そして1880年、明治13年9月20日、日本で初めて古種に限定されていたが女性参政権が認められた。その後、隣の小高佐村でも同様の条項が実現した。この当時、 世界で女性参政権を認められていた地域は、アメリカ合衆国のワイオミング順州や栄領、サウスオーストラリアやピトケアン諸島といったごく一部であったので、この動きは女性参政権を実現したものとしては、世界で数例目となった。しかし4年後の1884年、明治14年、日本政府は区長村壊法を改定し、規則制定刑を区長村壊から取り上げたため、 町村会議員選挙から女性は排除された。政府の反発政策に対して平塚来調ら女性解放運動家が誕生し、政治的要求を正面に掲げた最初の婦人団体である新婦人協会もできる。女性に不利な法律の削除運動、女性の参政権獲得運動などが盛んになる。完全な女性参政権の獲得という大目標の達成には至らなかったが、 女性の集会の自由を阻んでいた、治安警察法第五条二項改正、1922年、大正十一夜、女性が弁護士になることを可能とする、婦人弁護士制度制定、弁護士法改正、1933年、昭和八等、女性の政治的、社会的権利獲得の面で、いくつかの重要な成果を挙げ、第二次世界大戦前から一部では、 女性の選挙参加も認められており、日本における女性解放がすべて占領後の産物であったわけではない。戦前から選挙権獲得運動を推進していた市川夫妻などの女性運動家によって、終戦から10日後の1945年8月25日に戦後対策婦人委員会が組織され、日本政府と GHQ に対して、婦人参政権と、 政治的権利を要求した。その後も、主婦連合会、主婦連など、女性が担い手となった政治結社がいくつも作られたが、この時期の組織は、食料獲得や物価高騰への抵抗など、生活を再建させる上での主婦や母という、性別役割を完全に果たしたことが動機である、婦人たちの組織だった。こうした、性別役割に基づく、婦人運動は、第二波、 フェミニズム、ウーマンリブ運動以降の女性運動家からは男に認められたい女の組織として全面否定された。しかし、女、子供の言い分と切り捨てられる文化風土に対して女性が自律的な活動をする上で母の観念は強力なエイトスとなり得た。1960年代の安保闘争以降女性が政治運動に参加する中で主婦や母といった 性別役割分業への疑問や葛藤が表面化し始めた。それは1970年代のリブ運動の到来と共に一挙に明らかとなった。中でも1975年の国際婦人年は大きな契機となり、女性であるがゆえに免れない不利な状況を克服するための諸問題を打破するために公的な場への女性の登用を目的として41、 の女性団体が強行動を起こした。職種における人間差、選択的夫婦別姓制度の未導入など、日本の男女平等は未だに実現していないとの主張がある。フェミニズム運動は、女性が家庭外で働くこと、そして女性が積極的に政治に参加する上で重要な役割を果たしている。また、職場やその他日常における性的嫌がらせを問題化する。 セクシャルハラスメントの概念、詳しくは、セクシャルハラスメントの項を参照の成立にも影響を及ぼした。フェミニズム運動によって、社会状況に変化がもたらされたり、具体的な制度が成立した例としては、以下のようなものが挙げられる。19世紀末期から、女性参政権を求める運動が高まり、1893年のニュージーランド。 選挙権は1919 19年からを皮切りに世界各国で女性参政権が認められるようになった。日本では1925年に男性のみの普通選挙が実現しているが、これより以前から女性参政権を求める婦人運動も活発化していた。戦後、新選挙法が制定され、女性の参政権が認められている。1970年代以降、 フェミニズムによって女性議員の数は大幅に増加した。世界各国では女性議員は通常2割程度存在し2000年から2005年度までの IPU の調査によれば地域別で見ると EU の31.0%がトップ南北アメリカ18.4%アジア15.5%サハライナーアフリカ14.9% アラブ諸国6.0%となっている。世界で最も女性議員の議会に占める割合が高い国家はアフリカのルワンダであり、2013年における女性議員の割合は56.3%と半数を超えている。なお、日本における2015年の衆議院の女性議員割合は9.5%であり、先進国中では最も低い水準となっている。ノルウェー。 スウェーデンやドイツ、イギリスの社会民主主義政党では1981年にクオータ制が導入され、政治家のほぼ半数が女性である。日本では1933年に弁護士の性別要件が削除されて、女性の弁護士への道が開かれ、1940年には初の女性弁護士が誕生。女性の職業選択の面で重要な成果を挙げた。 九百九十九年には男女雇用機会均等法の大幅な改正によって雇用上の女性の権利、育児休暇の権利が獲得された。また改正男女雇用機会均等法では企業に対してセクシャルハラスメント防止を排する義務も課せられた。海外ではノルウェーにて二千六年度に女性の市企業へのクオータ制が義務付けられ企業役員の四十パーセントを女性とすることが 定められたまた、ポリティカルコレクトネスの観点から、性別が特定されたイメージを持つ、職業名を男女両者に使用できる声と変える動きも、ある具体例として、スチュワーデス、客室乗務員、看護婦、看護師、看護師など、英語圏でも、例えば、などの言い換えが行われている。この背景には、男女が同じ職業に就くようになってきたことと、 男女を同じ故障とすることで性別による賃金格差などの差別をなくそうという意図がある。ジェム指数という基準を用いた場合、他の先進諸国と比較すると男女平等政策に遅れをとっているという見方がされるが、日本の女性の場合、とぶき退職なる言葉が存在したように、年に500ポンド収入と鍵のかかる部屋を与えられ賃金労働に従事していても、 女性の自由意志で職場を去り、専業主婦の道を選ぶ者も多かった。なお、フェミニストは、女性の社会進出、賃金労働を政策によって実現させることを求めているが、ジェム指数という基準は一面的なものに過ぎず、女性を一括りにして、その幸福感を図る基準とするには、不適切であることが指摘されている。例えば、企業や団体の管理職で激務に従事するよりも、 家庭で子育てに専念できる方が幸福と考え、専業主婦となることを思考する女性が多ければ、ジェム指数は低くなる。このため、女性の労働者かのみを基準に政策を進めることは、すべての女性、特に家庭での育児を中心に考えている女性、激務を望まない女性などの意見を反映していないという批判が存在する。また、政治家や企業役員など、 社会の主要ポストに男性が多いのは事実だが、兵士、建設労働者、炭鉱労働者など生命に危険が及ぶような銃、労働者や過労死者などの多くも男性が占めているとマキュリストは反論している。第二次世界大戦前の教育制度上、女性の大学進学を難しくしていたのは、旧正中学、旧正高等学校が女子の入学を認めなかったことで、 旧正中学に対応する高等女学校はあったが、大学に進むコースとしては女子主犯学校などを卒業するという必要があった。三つの帝国大学、二つの管理図大学などが女性の入学を認めていたが、女性の学生は少なかった。学生の改革によって、戦後女子の大学進学数は男性に追いつくペースで年々増加し、 平成16年度に短大を含めると48.7%の女性が大学へと進学している。男子は47.8%、男女共同三角局調べであり、女子の方が進学率が高くなっている。女子の短大進学率は平成7年の24.6%をピークに15年度には13.9%と激減している。他国の例としては、 米国の女性の大学進学率は男子を上回り、女子学生への学位需要数が全体の54%を占め、英国、北欧でも同様の女子優位が起きている。フェミニズムは学問を女性の視点から見た女性学の概念を生み出した。カトリック教会では女性は司祭には除解されない。しかし近年ではフェミニズムによって聖公会等の他の教派には 女性司祭が誕生するなど、徐々に男性と同等の権利を獲得しつつある、局面もある。しかしながらこうした状況に反発する、保守派が形成されてもいる。イスラム教では、女性が男性を導くことができるかどうかという、討論が起きている。自由主義神学には、人工妊娠中絶を女性の権利とする主張がある。フェミニズムは、 一般的な性意識にも関わっていることがある。女性は男性と違い、チブとなる箇所が多いために、それを男性よりも多めの被膚類で隠すことが大抵であるが、その一部がチブサやチクビであり、地域や文化などによってはこれを隠すことに抵抗を覚える女性も存在する。近年ではクビは正規ではない。どうして女だけがクビを隠さなければならないのか との疑問を持つ女性が現れ始め、そこから女性が男性同様に上半身を露出する権利を訴えるフリーニップル運動がアメリカを中心左官になっている。2016年8月28日、ゴートップレス。ゴートップレスという上半身露出の権利に関する祭事が行われ、アメリカや南アフリカ、韓国、ペルー、イギリスなど世界各国で老若男女が 自身の胸部をさらけ出す形で祭事のパレードに参加している。あるフェミニストの掲げるフェミニズムが他のフェミニストから批判されることもある。彼女たち、フェミニストの上野千鶴子及び大沢真理を名指しは少子化対策に寄与するどころか、結婚し、子供を産み育てる女性を増おし、家事や育児や地域の活動を担う専業主婦を 徹底的に別死するという壮絶な怨念を持って家族を解体し少子化を結果的に促進させようというイデオロギーの持ち主である。韓国では女性限定のフェミニズムサイトであるウォーマットの会員が様々な事件を起こしている。彼女らはキリスト教で神の体と同一視される生体の既存事件に加えてキリスト像破壊行為イスラム教定であるコーラン商客 バスの中で男性の乗客の首や腰などに狂気を突きつけた写真の投稿など過激なフェミニズム行動を取り韓国社会の一部から嫌を押された特に嫌悪を呼んだのは中絶現象として2018年7月13日にウォーマットに体が損傷された男の退治の画像が投稿されるとそれを賛美をする声がありフェミニズム過激化が問題になったフェミニズムを追求する ウォーマットが誘拐予告、脅迫など極端な男性嫌悪の傾向を表し、大統領請願で閉鎖を求める、大統領請願が上がるなど各種の批判を呼んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。